コール・ミラーはアメリカ合衆国の男性総合格闘家。ジョージア州オーガスタ出身。アメリカントップチーム所属。ポルトガル語で痩せポチを意味するマグリーニョの愛称で呼ばれる。総合格闘家のミカ・ミラーは実定。2006年7月21日、シュートで世界ライト級王者のリオン部と対戦し、判定負け。2007年、リアリティ番組。 ザ・アルティメット・ファイターのシーズン後に、ジェンス・パルバー率いるチーム・パルバーの選手として参加。エピソード1のトーナメント1回戦では、アレン・ベルーブを三角締めで下すも、エピソード8の1回戦で、ジョー・ローゾンに TKO で敗れ、シーズンから脱落した。6月23日のフィナーレでは、アンディ・ウォンに左ハイキックからのパウンドで TKO 勝ちを収め、 UFC 公式戦ボシデビューを果たすとともに、ノックアート・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2007年9月19日、UFC ファイトナイト、トーマス VS、フローリアンで、レオナルド・ガルシアと対戦し、判定勝ち。2008年1月23日、UFC ファイトナイト、スウィック VS、バークマンで、ジェレミー・スティーブンスと対戦し、TKO 負けを喫した。 2008年7月5日、UFC86 で、ジョルジ・グージェウと対戦し、三角締めで一本勝ち。サブミッション・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2009年4月1日、UFC ファイトナイト、コンデッド VS、キャンプマンで、ジュニー・ブラウニングと対戦し、ギロチン・チョークで一本勝ちを収めた。9月19日、UFC103 で、エフレーン・エスクデロと対戦し、 パウンドで TKO 負けを喫した。2010年1月2日、UFC108 で、ダンローゾンと対戦し、横三角締めの体勢からのチキンウィングアームロックで一本、勝ち。サブミッションオブザナイトを受賞した。2010年3月31日、UFC ファイトナイト、フローリアン VS ゴミで、アンドレウィナーと対戦予定だったが負傷により、欠場したため、 ハファエロ・オリベーラが代わりに出場した。2010年9月15日、UFC ・ファイトナイト・マーカと VS ・プルアラスで、ロス・ピアソンと対戦し、チョークスリーパーで一本勝ち。サブミッション・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2011年1月22日、UFC ・ファイト・ホー・ザ・トゥループス2でマット・ワイマンと対戦し、0から3の判定負けを喫した。 2011年8月14日、UFC ライブ、ハーディ VS ライトルで TJ オブライエンと対戦し、ギロチンチョークで一本勝ち。2012年3月3日、フェザー級転校初戦となった UFC オン FX2 で、スティーブン・サイラーと対戦し、判定負け。2012年8月4日、UFC オンフォックス4で、ナムファンと対戦し、1から2の判定負け。 2014年1月15日、UFC ファイトナイト、ロックホルド VS、フィリップで、サムシシリアと対戦し、リアネーキドチョークで一本勝ち、サブミッションオブザナイトを受賞した。2015年2月14日、UFC ファイトナイト、ヘンダーソン VS、サッチでフェザー級ランキング13位のマックスホロウェイと対戦し、判定負け。ありがとうございます。